節外れの寒さが続いていた関東地方は日差しが戻り、昨日より10度近く気温が高くなるところもある見通しです。西から高気圧が張り出し、関東地方は徐々に天気が回復しています。東京都心も午後は晴れて気温が大幅に上昇する予想です。今日の最高気温は前橋で19度、東京都心で16度など、昨日より10度近く高いところもありそうです。